携帯落としちゃった。ごめんなさい。ママにさ、家のもの見せすぎっていつも携帯持って動き回ってるから怒られて、家の中見せすぎって。しかも綺麗ならいいけど、あの全然散らかってるのに恥ずかしいって言われて、すいません、ごもっともだと思って、ね、今白壁とかそういう感じで、移動するときは真っ黒にとかしてやってるんですけれども、私がなんて言ったって携帯を落っことしたりするもんだから意味がない。もう今日から4月って本当に驚く。ママの誕生日月です。あ、社長とマネージャーも事務所の。私去年さ、お誕生日おめでとうございますって2人にさ、スタバカードとか LINE で送ったの。え、それから1年経ったってこと？早っ。はやはやだな。去年はママがこれタンペレに買っていいっていう自分で言ってきた。てかなんか本当は去年も電動自転車が欲しいってずっと言ってたから、いいよっていうことで電動自転車調べてて、どういう電動自転車がいいのって言ったら、あ、もう持ってるからいいみたいに言われて、はぁ先言ってよみたいな、もう持ってるからいいだとってなって、じゃあ何がいいのタンプレみたいな。じゃあこれタンプレに買ってほしいバッグあるから買っていいって言われて、うん、いいよってなって、私のお金で
ママが自分でバッグを買ったっていう去年のタンプレだったんですけど、今年はもう決めてあって、あと予約するだけなんだけど、予約するだけなんですけれども、早く予約しないと。私今年は高倉萌香ちゃんの誕生日も4月23日にあって、萌ちゃんのお祝いしたいんだよね。この間ケイチさんのお祝いをして、でその時本当は萌ちゃんも来る予定だったんだけど、萌ちゃん来れなくなっちゃって体調崩して、だから萌ちゃんのもねできるといいなって思ってるんだけれど、萌ちゃんが舞台がね5月初めなんだよね。初日4月29日から5月3日とかまでかな。 TO です。私がデキステやってたところの自作が萌ちゃん、私、演出家さんも吉田さんだから、そう T.O. さんの作品見に行きたくて、萌ちゃんのやつ、私 T.O. さんのプロデューサーがぜひって言ってくれてて、行きたい。明日誕生日、おめでとう。もう嬉しいものではなくなってきたけど、嬉しいよ。私今年の誕生日は何しようかな。去年は誕生日当日にカフェイベントやったよね。誕生日当日と次の日カフェイベントやったね。今年ももし誕生日当日カフェイベントやるってなったら来てくれます？カフェイベントかは全然わかんないけど、ただ9月1日から12月8日まで劇場公演がなくなっちゃったのでね、リニューアルだから、どうしようか。生誕祭絶対やりたいんだけれど、出張公演先で生誕祭とかないよね、さすがに。そのさ、出張公演もさ、どれぐらいの頻度でやるかを知りたいよね。どれぐらいの本当に公演並みにやるのか、土日だけなのか、その HKT さんがさ劇場を作り直した時にさ、場所借りてちゃんとやってたよね。すっぴん美人ですやん。化粧するとブスになるから化粧すなって、そもそもブスな人に言われた。
ありがとう。化粧してもしなくてもブスな人に言われた。ありがとうございます。ちなみに私は美人です。化粧してもしなくても。私さ、自己肯定感爆上げ人間だからさ、何言われても全然傷つかないんですよね。だからなんか叩かれたりとか、あの悪口とか言われても本当に気にならないの。絶対的に書いてる人より私の方が美人って思うから。私絶対人生私の方が楽しんでるって思う。 SNS に悪口を書くしかできない、つまんない人生より。だから、なんか最近傷ついたことあるかな。最近嫌な気持ちになったり傷ついたりしたことあるかな。嫌な気持ちになることはあるけれど、もうその自分の絶対的にこれが仕事として一番最善の道だろうと思って提案してるのに、それが通らなかった時とか、自己肯定感を高める秘訣は何ですか？自分を好きになることです。自分を好きになることと、あと周りの意見は気にしない。本当に自分のことを大切に思ってくれてる家族とか友達とか、自分が尊敬できる人に言われたことはちゃんと聞いたりとかした方がいいけど、自分が尊敬できない人とか誰って思ってる人に言われたことはもう本当に気にしない。なんか秋元先生とかそういう、あのなんか人生成功してますみたいな人からのアドバイスは、あ、そうなんだみたいな、わ勉強になると思うけど、別にこの世の人間ってそんなに人生成功してる人なんていないじゃん。人にアドバイスする前に自分の人生見直したらって思う。から全然気にしません。人にアドバイスをできるほど私は、あの自分の人生をまだ生きている真っ只中なので、人のことをブスって言っていいのはマジでエマ・ワトソンさんとかぐらい。でもエマ・ワトソンさんとかは絶対そんなこと言わない、そもそも。
ていう。なんかさ、この間15期でラジオした時に、なんか AKB で辛かった仕事って何みたいな話になって、この11年間やってきて本当にしんどかったのって何みたいな。私は総選挙なんだけど、でも多分メンバー総選挙を経験したことある人は総選挙なんじゃないかな。みんな総選挙って言うと思うけど、なんかそういうイベント、総選挙とかそういうなんか他人と比べられたりとかさ、評価として数字として大々的に発表されるみたいなやつ以外、まあその選抜発表とかもそうだし、以外の普通にお仕事だとしたらないなって言ったら、ミオンとメグとセイナに本当込みのハート見習いたいって言われた。本当込みって AKB 向いてるわって言われました。あ、本当？とか言って、メグはね、あの海外あの水兵自衛隊だっけって言ってて、あ、ごめん、それはそうってなった。私それ参加できてないけど、それは本当にそう。なんか本当は私もね、あのメンバーに入ってたんですよ、韓国の自衛隊の、あ、海兵隊か。でも撮影もしてて、あの行きますみたいなチケットを渡されるっていう撮影までしてたんだけど、その時私本当に肌荒れひどくて、肌荒れひどすぎてめっちゃ病院通ってたの、皮膚科に。っていうのをね、モーステレビさんが知って、で絶対にあの泥かぶったりとかするし、ヘルメットかぶったりとかするし、でちゃんとお風呂入れないみたいなので、その肌の治療してる子にこれはあまりに過酷だってなって亡くなりました。知らない間に亡くなってた。あれ私はって言ったら、小宮も肌の治療今してんでしょみたいな、あ、してますって、ちょっと治療してる人にこれは無理だわってなって亡くなったっていう思い出。私本当に肌弱くてさ、プールでのグラビア撮影とかでもメイクしてもらうじゃないですか。でプール入って撮影して上がって、もう3つぐらい新しいニキビできてるみたいな。でメイク落としとかもう痛いみたいな、痛いみたいな。あの時もめっちゃ肌痛かった。海での釣りした時に海水が顔にめっちゃかかるじゃないですか、プッパーみたいな。海水めっちゃ水顔にかかってる時に、そう痛かったんだよね。ほんと肌弱くてね、もうこの弱い肌弱いのから直したい。でもその韓国のあの美人百花さんの撮影企画で行かせていただいたこのショールームのみんなのおかげで
行かせていただいたロケで、エステ顔エステみたいなので先生に肌のタイプとかを見てもらって、一人一人で、私はあの皮膚がめっちゃ薄いらしくて、例えばみんなが皮膚5枚こう層で重なってるところ、私はそもそも2枚ぐらいしかないみたいな。だからすぐ顔赤くなっちゃうし、うちにある赤みがすぐ表に出ちゃうとか、肌荒れとかもすぐにできちゃうみたいな感じらしくて、だからピーリングとか絶対しちゃダメだよって言われた。知らなかった、しちゃってた。肌荒れ直すためにピーリングいいって聞いて、でもめっちゃ痛かった。なんか痛かったり耐えられないって思ったら教えてくださいみたいな言われるんだけど、ちょっと待って、痛すぎて耐えられないと思ったけど、でもこれって耐えられない痛さなのか分かんないみたいな。まあ別に本当に我慢しようと思えばできるみたいな。でもめっちゃ痛い、これって痛いって言っていいのかなみたいので、毎回我慢しちゃってて、そうダメだったらしい私ピーリング、肌薄すぎて。あるよね、人によって。だから肌をなんかそもそも強くするっていう治療がいいよって。あー韓国行きたい。韓国行きたい。あと香港行きたい、台湾も行きたい。うわ、台湾行きたいって言った瞬間、過去台湾ってコメント、グッドタイミングすぎる。そう、皆さん今夜20時半から23時半でミッドナイトケイリン生放送出演させていただくので見てね。そしてそして5月3日コミの日のカフェイベント申し込み始まりました。今日からです。5月3日カフェイベントの申し込み、今日から5月3日今日から4月6日23時59分まで約1週間です。お待ちしてます。お友達だったりカップルだったりとのペアでの申し込みもできますので、ぜひぜひ。ぜひぜひ。マジなんかご飯どうしようかな。何食べよう。なんかパパがさ、美味しい食パンもらってくるねって言ったの私に。美味しい食パンもらってくるねって言ったからさ、なんかお姉ちゃんのあのアールグレイジャム、お姉ちゃんのカフェのアールグレイジャム
と一緒に食べるのも楽しみにしてたんだけど、それと生クリーム足しちゃって、アールグレイ生クリームジャム作っちゃおうかなとか。アールグレイ生クリームジャムって何？アールグレイクリーム作っちゃおうかなって思ってたんだけど、ないじゃん。どこ？食パン？どこ？なんかパンの気持ちでさ、いすぎてさ、わ、ジャム美味しかったです、嬉しい、美味しいのよお姉ちゃんのジャム、カフェベルフラワーでテイクアウトもございますので、皆さんぜひ。4月8と9のカフェイベントでも売ってるかな。売ってるかな。私は桜パンケーキが食べたいんだ。カフェイベントの間で作ってくんないかな。新メニューの桜パンケーキ。食べよう。悩むな悩むな。昨日マグロとサーモン食べちゃったからさ、昨日マグロとサーモン食べて、今日はどうしようかなって。てか私明日レッスン何時なんだろう。明日はレッスンなんですけれども、何時からか分かってなくて、カフェイベント14時半の会はお昼ご飯抜いていった方がいいかな。しっかりご飯出るのかな。ご飯出ます、しっかり。カフェイベントはどの会もあのご飯とデザートとドリンクが出ますので、結構普通にご飯出ます。なのであのお腹はペコペコじゃなくても大丈夫だけど、あのパンパンにはしないでくださいませ。普通にご飯出ます。で、もしアレルギーとかそういう食べれないものがあった場合、あの申し込みした時とかになんか問い合わせがあると思うので、私の事務所とやり取りできるところがあると思うので、皆さん問い合わせにアレルギーの食べ物とか書いてください。事前にあの
ておいた方がいい情報を教えてください。なんかさ、朝お腹空いて起きてもさ、ここまでさご飯食べてないとさ、逆に空かないよね。わかる？なんか今日もインスタグラム投稿しますね。明日レッスン何時からなんだろう、本当に。知りたいな、知りたいな。レッスン何時までか、何時から何時までか知りたいな。りんちゃんの卒業公演リハです。りんちゃんの卒業公演もうちょっとだね。お腹が空いたら食べたいものを書いたらいいんじゃないのって待ってほ、あれやん、ランとリンじゃん。あ、ごめん、マイだランマイだ。嬉しいランマイじゃないですか。なんか痒くなっちゃった。私朝から結構お菓子食べたね。カントリーマームと現地パイとチョコとラングドシャとチョコ結構食べてる。もう朝ごはんだ。それが昔からです。朝一お菓子、朝一アイス、もう毎日そうだから。カントリーマームベークドチーズケーキ味うまいっすよって。何それ、食べたことない。ベークドチーズケーキ味おいしそう。4月も配信応援頑張ろうってかわいい。配信応援頑張ってくれるって。明後日はメイク配信します。
トマトとモッツァレラチーズがあるんだ。だからトマトとモッツァレラチーズのカプレーゼ作ろうかな。てかトマトってさ、トマトとモッツァレラチーズのカプレーゼ以外私何にも思いつかないんだけど。あとサンドイッチ、トマトってみんな、あとサラダか、何に使う？なんか野菜不足すぎてさ、トマトを大量に買ってもらったんだよね、ママに。なんかいっぱい入ってるやつを買ってもらったんだけど、なんか食べ方がわからないっていう。パスタ、え？ミキサーに入れてジュース？すごい、それは。それはすごいね。でも今日はミッドナイト競輪が23時半までだからさ、さすがに、もうさすがにっていうか、もう絶対ミッドナイト競輪後はご飯は食べたくないので、もうおデブになっちゃうから、だから今日は一回だ、一度の食事に全美味しさを詰め込みたい食べたいの一回の食事に全部詰め込みたいのに、別に食べたいのがないっていう。でも私マジでね、休みの日って本当に、休みじゃないんだけど、今日休みの日みたいな時って最低な食生活、いつも最低な食生活なんだけど、ポテトチップス2袋にチョコレート大量に、でなんかご飯食べなきゃと思ってメンマだけ食べたことある。一日のあのお菓子以外の食べ物、メンマ、バカだったなあのなんかラーメンのメンマ袋開けて、美味しかった。でもちゃんと味付いてるメンマで、それ以外なんかサワークリームオニオン味のポテトチップスと普通のチーズとかのポテトチップスと、もうカントリーマームとかそういうチョコ系大量摂取。すごい、この嘘だよタワーが、みんなありがとう。トマトどうしよっかな。トマトって賞味期限どんぐらいなんだろう。
どんぐらいなんだろうか。ママにこれトマトって賞味期限どんぐらいって聞いたら、ブヨブヨになるまでって言われた。ブヨブヨになるまで、ブヨブヨ、むずいなと思って。いちごみたいなもん。いちごもそうじゃない？ね。煮込む料理用なら冷凍しとくとか。煮込む料理なんてそんなレベルの高いもの私には作れません。煮込む料理レベルが高いでございまする。てかさ、14時から16時ぐらいにさ、なんか関東雨降るって見たんだけど、降る？本当に。洗濯物スタートせずに降るって聞いたから放置してるのに。明日降る。あ、さっき降ってた？あ、よかった。じゃあ干さなくて。あれ、明日やろう。なんかさ、洗濯機の扉パンパンになったら回そうとしてたんだけどさ、ママに 70% ぐらいじゃないと汚れ取れないよって言われて、へえ、そうなの？もう蓋閉まんない、これでもかってぐらいパンパンになってないと回してなかったわ、マジで。初尻です。 70% ぐらいじゃないと洗濯物汚れがきれいに落ちなくなるなんて知らなかった。この人しつこいな。ちょっと別にそんなにイラッとしてないけど、めんどくさいからブロックしちゃおう。ヘアメイクに問題かって、誰目線やねん。ヘアメイクできる髪の毛あんの？美意識めちゃくちゃ高い、高すぎる方見つけて、あまりに美意識高すぎて自分のこと客観視できてなさそうだからブロックしました。全然イラッとしてないんですけどね。髪の毛ボサボサ。よし、ではちょっとあと10分で一旦ランキング読みます。もし夜
帰りの移動車の中から配信できたらします。リッパの音。皆さんもお仕事頑張ってください。ファイティン。夜も見に行きますって優しい、ありがとう。今日は夜ミッドナイト競輪ですので皆さん見てね。ケイリンファイティンって、ありがとう。さっきからちょっとだけ目がかゆい。ミッドナイト競輪、リアルタイムでコメントもできますので、コメントも皆さんお待ちしてます。うん、今なんか豆乳あんだよね。豆乳たらこパスタとかもできそう。豆乳ってクリームパスタみたいになる？あれじゃないとなんないかな。牛乳、あ、間違えた、生クリーム。なんか料理をさ、ちょちょちょってするのは好きいいんだけどさ、レシピ見て分量とかやんのが嫌いで、絶対分量とかが一番大事なんだけど、分量見んの一番嫌いなんだ。だから分量見てちゃんと料理っていうものができなくて、嘘、豆乳でできると思うよ、調べたら出てきたって。優しい、調べてくれてた。今日はエイプリルフールだけど嘘ついてません。つく嘘がなかった。いや本当にそれ、私もつく嘘がなかった。あ、星よ女王のブルーレイ届いたよって、ありがとう、嬉しい。いつの日かお前が生まれた意味を誰か与えてくれるだろう。時が変われど空は美しい雲のよう。
教えて、どうすれば願いが届くのか、お前の行く末は星のもとに、美しいものに囲まれ、愛おしい人に愛されて、永遠に生きる、なんだっけ、永遠に生きる、ねるにねねね、すべてを我が手に、AKB48 全メンバーが結婚しました。すごいグループやん。なんでさ、西野七瀬さんとリカ姫は昨日発表したんだろう。私なんか入籍した日とか発表した日とか、そのなんかなんでその日にしたのかみたいなこだわり聞きたい。素敵みたいな。ママとパパは12月12日結婚記念日なんだけど、あの覚えやすいからって言ってました。覚えやすいからって理由おもろい。でもなんかさ、クリスマスに結婚する人とかさ、いるよね。ロマンティック。バレンタインもロマンティックだな。大安ってなんだっけ、めっちゃいい日だっけ。来週は48の日だけど何かするの？来週は48の日、私はカフェイベントです。カフェイベント、初めましてのカフェイベントが4月8日、4月8日、去年の4月8日で、カフェイベント1周年なんです。カフェイベント開催ちょうど1周年。すごい。そんなちょうど1周年という記念すべき日にできるの嬉しい。ちょっと一瞬冷蔵庫見よう。そしてゴミも捨てたい。伸び。
決めました。うなぎを食べることにします。うなぎうなぎうなぎを食べることに決めました。うなぎをチンします。ではそろそろ鰻のタレあったっけと思ったらあったわ。これこれ。では皆様、配信見てくださりありがとうございました。めっちゃ配信してた、気づいたら。ではまた夜、もし配信できたら配信しますので見てね。ではランキング読みます。10歳マックスエイトさん、12位ロックさん、11位緑馬さん、10位みゆちゃん、9位レイさん、8位スピカさん、7位ミクちゃん、6位ソフトさん、5位バサシ、4位パーチンヘアのゆうくん、3位クロ、2位ハリーのみちらくさん、1位ブーくんです。ありがとう、皆さん配信見てくれてありがとうございました。夜ミッドナイト競輪終わったら23時多分45分ぐらいにちょっとだけありがとうございました配信すると思うので、見れたら見てね。ではおやすみ、おやすみなさいじゃない、間違えた、今から起きるんだよ私は。またね、バイバーイ、ありがとう。